三輪神社は、岡山県瀬戸内市小佐船町、東末にある神社。祭神は、大物主名。式内商社。小佐船町内にはもう一社同盟の三輪神社がある。社格は合社。高校山の山上に鎮座する。高校山は古来、三和の峰と呼ばれており、奈良県の三輪山と同様に新体山として崇められてきた。高校山の北麓には、月山古墳。 薩崎古墳群、南独にはサザラシ古墳群などの古墳が見られ、周辺は古来より人が住んでいた地域であった。高鉱山の名の由来には、神宮皇后の愛馬、白鷹にちなんだ以下の伝説がある。神宮皇后が、牛窓の株先に船で投流中、白鷹が誤って海に落ちた。白鷹は、泳いで北岸に渡り、そのまま山に駆け上がり行き絶えた。住民は、 白高をこの山に手厚く葬った。そこで白陽山と呼ばれるようになり、後高生、って高校山となったという。山頂には岩倉があり、奥津岩倉と称される。社殿が構えられると、ご神体は本殿に潜座した。岩倉の周囲には縦、横各辺11メートルの正方形に小石が敷き詰められている。社殿によれば、 奈良県桜井市の大宮神社から勘定されたと伝えられている。勘定年代は不明である。縁起式神名庁、備前国式社校によれば神会は十三位、大英、明王の神会期によれば、正三位となっている。一方、古伝では、同志奥町尻会の広高神社より先座したと伝えられている。この名残から、周期大祭では、神職、祈り主、 住者数人が、尻界に出向いて、海水を浴びて塩彫りを行い、広高神社に避け、米を奉納する儀式が行われている。戦国時代の永6年間に、日蓮宗を信奉する、神奈川上手の松田佐古正元元剣、元剣伏は、各寺者に改修を迫り、拒絶すると弾圧した。八幡神のみは、ほっけ勘の神であるとしたため、当社は広高八万宮と解消し、 八脚を免れたと伝えられる。以後、江戸時代を通じてこの名称で呼ばれた。明治3年に、三和神社にまた称した。明治6年号社となる。明治40年1月27日、新鮮兵白陵とも新神社に指定される。明治43年1月11日、孫社、青木神社を合祀した。奥軍師、第2編。ありがとうございます。